グループダンディ在籍するキャストの数驚異の1300名オーバー。そんな巨大組織の2022年新年会年間表彰式が昨年に引き続き東京品川グランドプリンスホテル新高輪で開催された。格式の高いこの会場で2021年に圧倒的な結果を残した男たちが登壇し表彰される。この場に立つことを目指ししのぎを削り合った各店の強者たちが一堂に会する。その中でレジェンドホストキラオを筆頭に数多の億超えホストを輩出してきたホストクラブ歌舞伎町風林会館の頂点に君臨する天空の大宮殿キャンディ。グループダンディの中でもトップクラスの実力人気を兼ね備えるこの店からも多くのキャストがランクインを果たした。今宵1300名の中で躍動したキャンディの男たちに迫った。2022年1月24日、東京品川にある高級ホテルグランドプリンスホテル新高輪で、ここに各地で激戦を繰り広げた猛者たちが集まり出していた。グループダンディの2022年新年会と昨年のトップランカーたちが表彰される年間表彰式が始まる。そこにはキャンディのトップホストたちの姿も見える。お疲れ様です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今度は、はい、ゆいが無事こうやって皆様の力回り修理させていただきました。まだ代理なんですけどね。はい、簡潔に振り返っていただいていかがですか。一言で言うとめちゃめちゃ苦しかったです。はい、それはお店としても新しい箱になって、まあ、伸び悩んだキャンディーであったりとか自分の数字も含めて、まあ、キャンディーに入店してから一番売り上げがやっぱ伸びなくて一番下がった年でもありましたし、正直自分がホストとしても心が折れかけた瞬間もありました。ただそんな時にやっぱ支えてくれたみんながいたんで僕は常に笑顔でいれました。だからまあギリギリ、まあ、30位も入れなくて残念なんですけど無事、まあ掲げてたね1000本と3年連続1億を達成することができて、もう本当に光栄な締めくくりをさせていただきました。目標はもう簡潔に一つ、日本一を取ることです。トップダンディレッドさん、全部倒します。全部倒します。俺たちが最強の挑戦者なんて見とけ。歌舞伎町内でも屈指の実力を誇る男たちが集まるこのホストクラブ、彼らの快進撃が始まろうとしていた。新年会年間表彰式序盤、下半期 GD 初加入者ランキング売上ナンバー2、下半期売上3727万4000ポイント、キャンディ橘未来。橘未来、すごいです、あいいですね、スポットライトがよく似合います。はい、素晴らしいです。ありがとうございます。はい、はい、ということで今一度大きな拍手をお願いいたします。初加入者200ポイント役第2位ヤンディより橘未来さんでした。その後グループ年間売上ランキングでもナンバー14に輝き、昨年途中加入にもかかわらずその存在感を思う存分に発揮した。2022年はさらなる高みへ上るだろう。各店のトップホストたちも続々と表彰される中、最優秀店舗ランキングと店舗別年間売上ランキングの発表で、グループダンディ最優秀店舗ランキング第4位、キャンディー。大きな拍手をお願いします。年間賞金8億3159万4600ポイント、キャンディー。グループダンディ38店舗中それぞれ
ナンバー4とナンバー3に輝いた。ここからもキャンディーのレベルの高さがわかる。そしてこの最高級のホストクラブで働く猛者たちが次々と姿を現す。風林会館最上階、天空の大宮殿。数々の記録を打ち立て、グループダンディの絶対的存在を確立したキャンディ。グルダン史上最大となる圧巻のスケールが今、歌舞伎町で異彩を放つ。キャンディ60人の豪華キャストが作り出す夢のシンデレラストーリー。その主役はもちろんあなたです。